写真家の小川誠です。この動画は、これから写真を始めようっていう方、もしくは、ずいぶん前に写真をやってたんだけど、もう一回再出発したいなっていう方向けに動画を撮ってます。で、今回のテーマは、もし、カメラを買うっていうことで悩んだとしたら、迷うぐらいだったらスマホでいいですよ。スマホで撮った方が上達が早いかもしれないよっていうお話をしたいと思います。はい。まあもちろんね、カメラにはカメラの良さがあります。スマホにはスマホの良さがあります。でも、なぜわざわざスマホでっていうことを解説するのならば、三つあります。一つ目は、まず、すでにもう多くの方が持っています。はい。スマホを持ってない方は、多分、この YouTube にはたどり着いてない。ごめん、DTube にも上げてるから、この動画には、まあ、たどり着いてない。はい。なので、この動画を見てる方は皆さんみんなスマホを持ってると思います。なので、経費はかからず、0円から、写真を始めることができます。二つ目は、この動画を見終わった後、すぐに始めれます。カメラをね、買おうっていうのは結構エネルギー使いません?選んだり、行ったり、お金出したり。そう、まあ、スマホだったらそんなことしないで、この動画を見終わった直後にアプリをピッとしてパシャって撮ることできるじゃないですか。なので悩まずすぐに始めることができるっていうのが二つ目のポイントです。三つ目ですね、これができないの実は。三つ目はどこでも持ち歩くことができる。ここは実はすごく重要だと思うんですよ。はい。まあね、写真で、やっぱりシャッターチャンスなわけですよ。写真を撮りたいって思った時にすぐ撮れないと、やっぱりね、自分の感性が磨かれないと思うんです。撮りたいと思った瞬間がやっぱりあなたの感性ですからね。その時に手元にカメラがないっていうのは、それが撮れないってことですよ。それならば、普段から持ってるスマホで写真を撮った方が全然いいと思うんですよね。うん。それこそ写真を表現手段として写真家を目指そう。私みたいにね、写真家を目指して、まあゆくゆくは自分の写真だけで生活したいっていう思いがあれば、いや、スマホもいいけど、まずカメラをどれにしようかってところから悩んだ方がいいよっていうお話にもなります。もしくは職業カメラマンになりたいって思うのならば、じゃあカメラマンになるために必要な知識を勉強するためのカメラは何?なんて話になります。でもそう、これから写真を楽しみたいなという方向けだったら、私はとりあえずスマホで撮ってみて、やっぱ写真楽しい、もっともっと上手になりたいって思ってからカメラを買ってもいいんじゃないかなと思ってます。まとめます。今日はですね、初めてこれから写真をやるって方向けに動画を撮ってますが、ポイントは3つあります。1つは経費がかからない。2つ目はすぐに始められる。3つ目はどこでも撮れる。皆さんぜひね、この動画を撮った後にパシャパシャって撮って、皆さんの写真をよかったら私の LINE に送ってください。私の LINE、公式 LINE アカウントがあります。公式 LINE アカウントはこの下の、ね、概要欄に貼ってあるので、ぜひね、皆さんそれに登録していただいて、こんな写真撮れましたよっていうふうに、送ってもらえたら嬉しいです。皆さんが撮って送ってくれた写真で、写真集作ったら面白いんじゃないかなーなんて思ってます。そんなわけで、写真家のガッチャンでした。もとい、写真家の小川誠でした。ガッチャンって言っちゃうよね。